危ねえ危ねえ、今攻撃してたぞ。お、なんかさ、3つバルカンシード、ノイズのかけら、ジャングルストーム。 S 取ったからかな、電波くん。ノイズ率ぶち上がった状態で、おい待って待って、今アシッドじゃなかったか、アシッド、これアシッドだな。一旦セーブします。こっから戦いがあるんで。ノイズの状態で S ランク取ったからか、3つ出たのかな。こっちの方に行くと、あれ違った、ここじゃねえな、ここないよね、さすがに。ここじゃねえや。どこだ、シーサー城のどっかにクラブストロングと戦うポイントがあんのよ。それでカードもらいたいんだけどな。カードというか、まずお前なんか権限持ってない？持ってないのか。シーサーのアクセスどうしたらいいんだろう。なんか竜がどうのって言ってたな。ここか？なんかシーサー城の竜の何かが、あ、違う、編集してなかった。竜の近くがどうのとか言ってなかったっけ。この上か、ちょ行ってみないとわかんねえな。とりあえずシーサーの中に行って、シーサー城の中でどうなるかだな。シーサーのアクセスがないからなんともだけど、一旦入るか。ある？あ、あるっぽい。うん？あ、なんかいる。ち。お前持ってる？いや、かすかに反応があるだけ。な、なんですか、あなたたちは。息の一個はそんなウィザーたちがやってきたんです。こんな時ストロングさんがいてくれたら、ストロングはいるんだけどね。あれ、俺ここ入るの初めてだっけ？にゃー。お、やった、またもらった3つ。ダバフレ、ノイズのかけら、エリクスラッシュ。やっぱ S ランクもら、やると報酬増えんだな。あ、てか、今もらったやつ全部イリガルなんだ。エレキはね、強かった気がすんのよね、2で。よく使ってた。てか、ワイドソードとかと入れ替えてたんだもんね。うん。これで、効果一緒なんだけど、こっちの方が属性がつくから、その分優秀なんだよね。てか、俺のウィザードが今アシッドだからさ、喋る言葉全部アシッドに変わってんのか。お前もなんかあんの？うん？なんか来てんだな。これこの前倒した泥棒たちではないんだよな。多分こいつらの中の誰かが持ってんだろうな。サーチアイか。ん？あるな。まだ遠い。こっちじゃねえな。なんかこれ、人狼じゃないけど嘘つきゲームみたいなことさせられる？ん？ファーストバリア60か。ファーストバリアは、アンダーシャツと同じくらい。お、晴れる晴れる。優秀だぞ。よし。遠いな。あー。誰かが持ってるから、その近くで使わないとダメなのか。いや、こっちで使って、あれか、反応なかったもんな。お前？あ、お前だ。
ッケー。ああ、サテラポリスです。隠してるデータを渡しなさい。ああ渡せと言われて簡単に渡せるかよ。あ、バトルでも今の俺強いよ、だいぶ。いや、お前ザコじゃん。ザコじゃーん。400なんて、今時。痛えな。思ったよりダメージでかいのよ。オッケー、ダンシング決まった。いやいって、あー外したー。本体いなくなってサメの方だけ残ったんだけど、決まるかな。オッケー。これどうすんだろう。どこで誰が何してくるのかマジで未だに分かってないんだけど。オッケー、アシットお願い。了解しました。 F データ回収完了。待てて院長、僕が必ず。あ、もうない。他のエリア、こいつら結局何だったんだ。はぐれウィザードってやつ。この辺に多分いる。あ、来た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 。クラブストロング、カード欲しいんだけど、くれるかな。こいつの正体マジでわからんな。誰、ダメージダメージ与えろ。あぶねー。まひらせて焼きたかったけどちょっと使えねえな。キャノンは拾えるからこうしようか。あー、しまった、早まった。いて、いってえな。ほら、火力上げてやる。あ、いや、これやった後に火力上げるか。オックスワイヤー。オックスちっちゃえ。オックスもでかい方だと思うんだけどね。あ、いて、いて。完全に油断だ。いててててて、ほぼほぼ全弾食らってる。じゃあこれで、よいしょ。エリアイーター、エリアイーター。俺がかわしづらくなっただけだなこれ。アイスバーン取るならこうか。もう一回エリアイーターしとく。ガード成功しないといけないから打てない。ああ、やった、勝ったわ。 あれか、地面が葉っぱだったから余計にダメージ入ったのか。クラブストロング、まあ最初はね、勝てばカード確定でもらえるから、あとでこの辺でランダムで出るようになるな。クラブストロングがスイングストームで攻撃、草むらでパワーアップ。あー、あんま使えねえ。あれでしょ、トルネード飛ばす攻撃でしょ。あんまだな、微妙だな。まあ、勝ったしセーブしとこ。ちなみにここにはあんの、このエリアにはもうない。え、残ってるエリアって他どこあったっけ。怪しい電波が環境システムの電脳に入っていくのを見ました。
った方がいいな。いんのか？ある。ここ長いぞ、探すの面倒いぞ。探すか。あ？なんだ、結局お前が持ってんのか。奥まで行ったぞ俺一回。何かご用ですか？すみません、その頭の上に乗せているキラキラしたもの、少し見せてもらってもいいですか？なんですか、エヴカルボニー。警察、サテルポリスを呼びますよ。呼びましたかな？呼びましたか？呼びましたもん、この失敬な人間人を。サポ。サテラポリス？本物のサテラポリスがどうしてこんなところへ。まさかな、拾ったデータは何かとんでもない。いや、やっぱりデータ持ってるんだね。てめえ、チリジリインチをこっちへ越せ。わかりました、ここ俺です。間違えちゃった。ウイルス投げつけてきた。どうしたもんかな。まあいいか、これで。厄介なのは花粉やろうかな。あ、くそ、穴が開いたか、今の攻撃で。開いてーい。危ねえ、直前で回復しててなんとかなった。これでいいかな。これエリアエイターできる？あ、できんだ。あーん、くそ、逃げんなよ。ちょ、地味な戦いになるな。これだったら当たるよね。マグネッツ。これが邪魔かな。イエーイ、動けないでやんの。あー、動くようになっちゃった。相手、地味な戦いになったな。あわわ、ごめんなさい、許してください。ではデートを回収します。かけらいい。あと1個どこだ。やった、チリチリインチをゲットで。ストロングが持ってんのかな。このエリアにはもうデータありません。引き続き別のエリアを。この1個奥は何もなかったんだよな。え、どこ。あと、一応奥まで見に行った方がいいのか。でもここって2個しかなかったよな。まあいいか。誰が持ってんだろう。お前は？やっぱ最後にシーサーのとこにアクセスできないとダメなんじゃないの？違うのかな？お城のウェーブロードに消えた。あー、てか普通に聞き込みできるな。した方が良かったか。これじゃ関係ねえや。ワンタも関係ないよね。アクセス権限が欲しいな。一応全員に話しかけてって。情報拾えないかな。アマチさんも持ってない？持ってない。あー、どこだ最後。あ、なんか見つけちゃった。関係ないけど。オッケー。一応竜の像があるんだけど、あれアクセスもらってないからいけないんだよな。でも、なんか、あれいけんのかな今。おいおい、これはさっきだ。アクセス。あ、ワクセでいけ。よっけよっけ。やった。じゃあ、この中にあるかも。じゃあ、誰がシーサーのあれ、権限持ってんだ？ないのかよ。まあ、一応入ったから調べるけど。
僕が生まれるずっと前から実は世界遺産にも登録されてるんです。無防備にさらしてるけどいいのか。ヘビーキャノン、いいアイテムだ。ここにね、あ、オッケーオッケー、ここに HP メモリがあるのは調査済み。オッケー。ないの。じゃあどこ。サテラサーチング、電脳はない。現実もここないんだもんね。サテラサーチング、他に、あー、あるある、生垣の中とか。ここ生垣があったな。あれアクセスしてねえわ。この中はどう。あるかい。ないのかよ。じゃあストロングに会いに行ってみるか。一番奥にいんのかなぐらいしかもうアクセスできるとこないよね。ちょっとストロングに会いに行ってみるか。いや、ストロングいねえのかよ。ないの分かってて来たんだけどな。どこだ最後の一個。え、あ、なんか反応ある。え、誰か持ってんの？あ、そういや、こっちに道あったな。誰かいんのか？あ、お前か？なんだよ、こんなとこにいたのか。え、お前じゃないの？ん？あ、じゃあ、あの犬か？変身解除した方が良かった。あ、でも、え、あー、うん？ブラックコード、シューティングスターロックマン。サテラサーチング。いや、でもこっちは一応現実世界ってくくりになるからないか。え、え？あそこが近いってどういうこと？お前じゃねえの？この近くで目標の反応が出ています。でもこっちは違うもんね。近くで反応が出ています。でもこっち行くと遠いんでしょ。ん？どこで反応があるんだ。え？誰が出してんだこれ。あっちの方で落ちてるけど、この辺に落ちてんのか実は。ある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 。あーたたたたた。いや、ここだったら反応すんじゃねえの。しねえの。しそうなもんだけどな。ちょっと離れすぎたのか。オッケー、回収。最後の一個回収します。オッケー、回収した。よく見つけましたね星川スバル。ほんと大変だったよ。ありがとう、アシットのおかげだよ。もっと具体的にあの辺にありそうとか言ってよ。けっ、ただでさえ敵が出まくるゲームなのに大変なんだから探すの。うひ、なんだ刻まろかよ。変な声出すなよ、びっくりしまっただろう。すみません。でも、なんか嫌な予感がするんです。嫌な予感。そうです、何かが起こりそうな。やめろよ刻まろ、お前怖がりのくせにどうしてそういうこと言うんだ。だって予感がするんだから仕方ないじゃないですか。じゃあ仕方ねえか。納得すんのか。にしてもスバルたち遅えな。
うまくいってるって赤月さんが言ってましたけど。ああ。うひょ。あひゃ。ちょっと二人ともあれを見て。なんだ。え。白いウォーロック。なんかかっこいい。あれ、ウォーロックくんよね。だと思いますけど。あいつら帰ってきてたのかよ。あーい。うかつー。待って、ゴン太くん。貴様丸くん行こう。はいです。なんでスバルいねえのってはならないの？おーい、ウォーロックー。どうしたんだそんなところで。しかもお前一人で腹でも減ったのか？もうゴン太くんそんなわけないでしょ？ねえ、オーロックくん、スバルくんは？どうしてあなた一人なの？うるるる。ミサラ気をつけて。え？こいつオーロックじゃない。偽物よ。うるるる。ああ。キャー！ミサラちゃん。ビーストスイングが出た。おー、電波変換した。あなたディーラーなのね。どっちだっけ？ディーラーなのね。でもいい毒じゃない。たった一人で乗り込んでくるなんて。ミソラちゃん。心配ごめよ。私だって戦えるんだから。行くよ、ハープ。違うんです。あっちに。ミソラ。どうやらこいつ一人で来たってわけじゃないみたいよ。うわ、カラフル。2P カラーとかが 2P、3P、4P カラーだ。 3P? 3P 2P、3P、4P カラーだ。 1P が青だけどね。これは外がウォーロックだらけですね。いや、ウォーロックではなく、ヨイリ博士が言うには奴らウォーロックのコピー体。おそらくディーラーの攻撃兵器だろうとのことだ。あー、情報取られてたからそれに使われたのか。ディーラーの攻撃兵器、連中から仕掛けてくるとはね。手間が省けたと言いたいところだけど、この数はちょっと大変かも。敵ユーザーがさらに増加。しかし適正反応を確認できず、反応はオーロックそのものです。能力も同じなのかな。だとしたら厄介だ。とにかくここは奴らの侵入を防ぐしかない。第一種戦闘配備、ワクサの非戦闘員を避難させろ。離れてる間にアシットがいれば敵の接近にも気づけたかもしれないな。まあいいこなしか。シドウちゃん、何やら大変なことになったみたいね。ええ、でなんとかなりませんか博士。そうね。相手は電波台だからあれが使えるんじゃないかしら。あれってノイズキャンセラー？あれまだ開発中ですよね。それに最高機密だったような。あら、二度と使えなくなってからじゃ遅いんじゃなくって？多少の無理は何とかしなきゃね。わかりました。で、使えるまでにどれくらいかかりそう？アシットちゃんに戻ってきてもらって、とりあえずそれからね。ロックちゃんのコピー体のデータを解析して、ノイズキャンセルのプログラムに組み込むから、結構かかるわ。博士、今どこに？ワクサのメインコンピュータルームや。じゃあそこから動かないように。時間は稼ぐから、ノイズキャンセラーの方はよろしくお願いします。はいはい、ほどほどにね、シドちゃん。さてと、正義のヒーローの出番だな。アシットって電波変換したら何なんだろう。まだ会ってないよな、それには。どんどん増えてる、みたいね。これじゃキリがない。第一種戦闘配備、隊員及びバトルウィザード配置につけ。サテラポリスの皆さん、ご苦労様。ハープノート、ゆっくり来たな。牛島ゴンタ、最初に刻まろ。ゲートの中へ。おう、はいはい、ははいはいはいははいってなっちゃった。結局でよし。何これ、RW シールド展開。
おお。リアルウェーブか。なるほど。リアルウェーブの防壁ですね。うひょうすぎー。君たちはメインコンピュータールームへ。ハクサもいるし、あそこが一番安全だ。待ってくれよ、暁さん。俺も一緒に戦うぜ。なあ、オックス。ブルルル。僕たちも応援くらいはできます。フレーフレー。そうか、ありがとう。じゃあ君たちはハクサを守ってあげてくれ。重大な任務だ、やってくれるか。おばあちゃん守るんだな。任せとけ。はい、了解です。よし。ちょっと、レディを待たせるなんて失礼じゃないかしら。ヒーローは遅れて現れる、そういうもんなんだよ。それはともかく驚いたな。君たちの力がこれほどまでとは。えへへ、引き続きお願いできるかな。ちょっとここで時間を稼がなきゃならないんだ。君たちの力を貸してほしい。もちろんね、ハープ。仕方ないわ、この状況だもの。ところで、もう一人のヒーロー君は？ああ、呼び戻しておいた。アシットは戻ってきて博士を手伝っている。星川、スバラたちはそのうち戻ってくるだろう。ヒーロー遅れて、ね。はは、その通り。ピンチだけどね、楽しそう。急がなきゃ、少し前のこと。というわけで、ピンチだから帰ってきてって。アシット今すぐ戻ってきて博士のサポートを頼む。スバラも急いでワークサへ戻るように言ってくれ。戦闘員が足りないんだ。今ハープノートが一人で戦ってくれている。我々サテラポリスも今駆けつけているところだ。以上だ。緊急だな。聞いての通りです、星川スバル。私は先にサテラポリスへ戻ります。あなた方もできるだけ急いで戻ってください。 SP コード2を渡しておきます。このアクセスキーを使えばコスモウェーブにあるワクサのゲートを開くことができます。コスモウェーブから行くのか。スペシャルコード2。ではウェーブライダーで繋がってんじゃなかったっけ。奴ら正面から仕掛けてきやがったぜ。ハープロと戦ってるって言ってた。早く戻らなきゃ。よし、すべれ、コスモウェーブからワクサへ戻るぞ。なるほど、あれか、正面玄関の方にいるからそっちから行けないんだ。てか、そもそも権限がないとあそこ開かないもんね。だから録画外で通してもらえなかったわけだけど。こっちはこっちで。これはひでえノイズだ。ぐっ、ノイズに耐性があると言ってもなんだけどな。なんだ急に息苦しく。ぜいぜい。ノイズの影響に違いねえ。あのプログラムが効かないくらいノイズがひどいんだ。スバル、さっさとここを抜けた方がいいぜ。体がだんだん痺れて。わかった。くっ。ノイズがひどいのか。あれ、どういう道で通ってきたんだっけ。買ったんだっけ、商売。グレートアックスが欲しいみたいな話はしたな。こっちか。うわ、あとちょっとなのに。すごいノイズだ。いきなりなんだってんだ。クリストだな、ロックマン。ファントムブラックだろ。その声はどうせファントム。あ、知ってた。ファントムブラック。覚えてくれてたとは光栄だよ。地獄の底から這い上がってきた甲斐があったというものだ。脚本がないと踊れないやつね。いや、ノイズ展開しすぎ。うわどうだ、ロックマン、苦しいか。こいつの目的何なんだろうな。織姫に捨てられたのに。あれ、捨てられたんだっけ。ソロがぶっ倒したんだけど、こいつは何の目的で動いてんだ。これはお前の仕業なのか。私の？違うな。お前たちは高濃度のノイズを浴び続け、その限界量を超えてしまったのだ。
ああ、だからファントムの方はまだ平気なのか。ロックマンの周りだけ異常にノイズが発生してる状態なのか。そういえば天地さんが言っていた、ノイズは電波帯の体内に蓄積するって。くっ、天地さんが忠告してくれていたのに。毒みてえなもんだな。いわばお前たちは自滅したのだよ。私はただこの時を待っていただけ。ずっとお前たちを監視し続けてね。シーサーアイランドで感じた視線の正体、てめえだったのか。ムーをぶっ潰された復讐かよ。ムー。彼が古代に栄えた高度な文明だが今は滅びている。以前ドクター織姫に利用された。2の話だね。詳しくは流星2を見てもらおうか。うふふん、復讐か。確かにそうだ。だがムーのためではない。すべて奪われた私自身のための復讐だ。こいつ空っぽなんだよな結局。確かお前たちからすべて奪っている。力も希望も何もかもな。個人的な復讐は興味流行らんぞ。そんなことさせるものか。うふふふふ。空お次だ。くぅ、自分は手を下せねえ。相変わらず卑怯なやつで。あいにく私はワンパターンな脚本しか書けないものでね。あ、気にしてる。しかしいつもそれなりに刺激的だろ。うふふふふ。うぐぐぐ、本当にムカつく野郎だぜ。頭きた、スバルやるぞ。動けるか。くっ、立っているだけでもやっとだ。でもやらなきゃ。うふふ、そうこなくては張り合いがない。さあ、とっておきの復讐劇が今幕を開ける。幕を開けるか。存分に楽しんでくれたまえ。こいつまたロックマンの能力覚醒させてくれようとしてない？これ連続バトルだな、厄介だな。これもらったんだよね、さっき。ストロングに会いに行く途中だったかな。あ、違う、1回目の電脳で探してる時か。ストロングに会いに行く前に、あそこで、ノイズ状態高めたら、なんかスタンナックルもらったんで入れてます。まあこれで2枚あるんだけどな、今ちょっと枠どうしようかなって考えてんだよな。ナックル系1枚ずつでいい気もすんだよな。で、どう殴るかだな。これに麻痺つけて、回復は一旦置いといていいかな。とりあえずホイール投げてみよう。おやー、オッケー。あー、クソ、外した。まあなんとかなってるな。あれ、ダメージ受けたか。まあそれしゃがないな。あ、やべ、いてクソ。回復は挟んだ方がいいな。痛ぇ。これ微妙にうまい具合に殴れないな。江戸切りの3。あいつの出現を、あいつの攻撃始まるタイミングで、おおおお、なんか変わった。この姿はオックスか。たまたまノイズ高めちゃったからかな。そもそもそういう流れなのか。なんだと。まさか、そんな同調できたというのか。ノイズが苦しくない。むしろ力としてみなぎってくるみたいだ。やっとか。半分ぐらい超えてなかったっけ、ストーリー。ピピ、流星サーバーへのアクセスノイズを確認。認証完了。今の声もしかして、あの赤い流星が何か関係してるのか。オックスノイズ、スーパーアーマーの能力を装備。あ、のけぞらなくなった。暗転しない炎属性カードの攻撃力がプラス50。チャージ攻撃がヒットすると、オックスアンマスに誘爆するヒートキャノン。詳細情報はメールにて説明。まあ、なんか強くなったわけだ。あ、1回なんだ、戦闘。またこいつ、能力引き出させてくれたな。ありがてえこった。どうだ、これで萌えの脚本通りか。うんふんふん。うはっはっは。
てめえ、何がおかしい？こいついつも笑ってんだろ。何がおかしいだと？お前たちのその姿、まさに私の描いた脚本通り。これが分からずにいら、笑わずにいられるかね？なんだって？ファントムラック一体何を企んでいるんだ？役者であるお前たちが知る必要はない。お前たちはただ私の脚本通り演じていればいいのだよ。では役者諸君、第一幕はここまでだ。第二幕を楽しみにしていたまえ。逆にサポートしてくれたのか？けっべーけべーけ、おととい来やがれ。ノイズチェンジがファントムブラックの脚本通り、どういうことだろう。ただの強がりとは思えない。それにディーラーとの関係は。おい、スバル、何ぼーっとしてんだよ。とんだ道草を食っちまったが、俺たち急いでんじゃねえのかよ。そうだ。そうだった。早くみんなのところへ行かないと。あの脚本野郎がまた何かしてくるかもしれね、知れねえ。気をつけろよ。わかってる。最高ロック。ロックマン。あなたはノイズの力を使いこなせるようになりました。今後、アビリティ、ジョーカープログラムの使用は、あなたの判断に委ねます。使用したくなければ取り外しても構いません。ノイズチェンジは複雑で奥の深い能力です。うまく利用すれば、あなたの戦闘能力は飛躍的に上昇するでしょう。さらなる活躍を期待します。これ外す必要ってあるの？メール受信。